はい、こんにちはこのコネコです今日の一日一冊はジョージオウェルの1984です4度目の読霊で改めて思いました、まあ、これ予言の書ですねもう完璧に、まあ、この本が書かれたのは1949年ですが1984年のことをピタリと言い当てているのは言わずもがな、まあ、21世紀である現代のことすらも言い当てていると言っても過言ではありません まあこれは古代ギリシャのプラトンの哲学やまあダーウィンの進化論と同じようにまあ人類の普遍的な事柄が本書では描かれているからであると考えられますおそらくこの本は100年後も500年後ももしかしたら1000年後も予言の書として通用しているかもしれません、まあ、そんな未来が来ないことを私としては祈りたいのですがビッグブラザーいつウォッチング言うビッグブラザーが見ている ま至る所にカメラとマイクが仕込まれ、人々の言葉や思想までもが厳重に管理される超監視社会であるオセアニアが本作の舞台。主人公ウィンストンは、真実賞と呼ばれる政府機関に勤め、政府の言動がすべて完全無欠で間違いがないものにするために、過去の報道をすべて現在に合わせて改ざんする作業に従事していました。 過去が政府のいいように作り変えられていく中、本当の過去とは何なのか、記憶とは何なのか、疑問を持つウィンストン。そんな彼ですがある日ふと、政府の熱烈な支持者である女性に後をつけられていることに気づき。という話。まあ、過去の改ざんは人類史において昔から頻繁に行われてきました。まあ、そもそも歴史は勝者が自分たちに都合のいいように作るものです。 まあ現在は勝者である西洋文明、まあ、これにはおそらく我々も含まれていますが、まあ、その西洋文明中心の歴史のみが残ってきています。まあ、イスラム文化圏やアフリカ、ラテンアメリカの過去もあったはずなのに、まあ、世界全体としての歴史としてはほぼ語られることはありません。写真や動画などの事実を残せるようになった近現代ですら、過去の改ざんは頻繁に行われます。まあ、ソ連時代、 粛清によって消された人物が画像加工によって写真の中からすらも消されたのは有名な話です。まあ、過去どころか現在は現在の改ざんすら可能です。ロシア・ウクライナ戦争ではフェイクニュースが飛び交っています。まあ、高性能な AI の登場によって写真や動物などのデジタル生成物はもはや現実とは区別できないレベルで改ざんすることも可能です。まあ、過去とは何なのか まあ記憶とは何なのか、そして現在とは何なのか、事実とは何なのかを問い直さなければいけない時代になっているのですが、なんとそのことすらこの1 9 8 4であふれられているのです。我々は精神を支配する、故に物質をも支配する。現実とは頭蓋の中にあるものなのだ。我々に不可能などはありはしない。 透明にももなれるる。し、空中浮遊もできる何でもだ望みさえすればシャボン玉のようにこの床から浮き上がることもできる1984を泳ぐものは本書に抱えている内容が現代にあまりにも似ていることに驚きながら物語に没入していくことになる、まあ、これがこの本の大きな魅力なのです、まあ、ちょっとね拷問のシーンがえぐかったりと読んでいてきついところもあるかと思いますが まあ冒頭でも述べた通り、今後もね、数百年にわたり読み継がれていくことは間違いない名作かと思いますので、ぜひ、1984、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ